皆さんこんにちは、ロザリオクロスの岩と萌子です。さあ11月に入りましたが、はい、本格的にねちょっと寒くなってきましたね。そうですね。でも自転車に乗って体を温めていきましょう、行きましょう。このコーナーでは静岡市のシェアサイクルパルクルを利用して市内のおすすめスポットをご紹介します。今回はここヨシコンショールームにあるサイクルポートを出発して市内を散策していきます。それでは早速行ってきます。今回は静岡インターチェンジの近くにあるサイクルポートヨシコンショールームを出発し、静岡銀行馬淵支店にあるサイクルポートを目指します。自転車に乗ることおよそ9分、静岡銀行馬淵支店に到着しました。今回はどこに向かうのでしょうか。静岡銀行馬淵支店に到着しました。実はこの付近に美味しい焼き豚のお店があるみたいなんですよ、今回はそのお店に行ってみたいと思います。焼き豚楽しみですね。では早速行ってみましょう。2人が向かったのは増田焼き豚本舗。昭和29年創業の焼き豚とお惣菜のテイクアウト専門店で、代々受け継がれてきた秘伝のタレと静岡の食材にこだわった手作りの焼き豚は絶品です。焼き豚はバラ、丸ロース、肩ロースの3種類があり、お好みの部位を選べます。自家製のタレにじっくり漬け込み、焼き加減にもこだわった自慢の一品は、地元の人はもちろん、遠方から買いに来る人も多いんだとか。このほか、店内には常時100種類以上の料理が並んでいて、バイキング形式で販売しています。今回はお店の自慢の一品、焼き豚と、お店の人気のメニューの一つ、手羽先をいただきます。まずは手羽先から。ゆわちゃん、食レポお願いします。いただきます。うわ、おいしい。なんだろう、甘いのね、すごい。で、胡椒もかかってるので、すごい胡椒が程よくアクセントになって美味しいですし、この皮が、食感がすごい良くて、ちょっとパリパリしてて、すごく美味しいです。続いて焼き豚、今回は肩ロースをいただきます。食べる直前に秘伝のタレをかけてどうぞ。では焼き豚いただきます。柔らかくてしっとりしてる感じで、タレが甘めで、わあ、これご飯食べたいな。ご飯が進みそうな最高の味です。今結構ね、冷凍食品とかいろいろ出てますけど、当店ではなるべく手作りできるものは手作りで作らせていただきますので、焼き豚も毎日新鮮な焼き豚を手で巻いて手焼きしてますので、それもグラム単位でお買い求めいただけますので、よろしくお願いします。子育て中の若い方から、ご年配の一人暮らしの方まで、いろんなものに対応してますので、
遠慮なさらず少量から買えますので当店にご利用ください。よろしくお願いします。ということで今回はサイクルポート静岡銀行馬淵支店付近の情報をお届けしました。はい、手羽先を食べたんですけれども、うん、すごい美味しくてもう何個も何個も食べたくなるような味でみんなにも食べてほしいなって思いました。どうでした萌えちゃん。いや焼き豚は本当にまさにご飯が進むって感じの味で、もう炊飯器ごとご飯食べれると。いいねということで次回もパルクルに乗って市内のおすすめスポットをご紹介しますよ。はい、お楽しみに。今回2人が使用したサイクルポートはこちら。パルクルを初めてご利用の際は公式アプリハローサイクリングをダウンロード、会員登録後アプリよりご予約ください。